え、こんにちは。今回は、金持ちになりたいと思う奴の本音ということでお伝えしましょうか。もう5年ぐらい前になりますかね。億万長者合宿なるものをね、開催しました。参加費も安くはなかったと思います。マック3 0 0万っていう値が付けられましたね。で、この億万長者合宿に参加した人は、当然ですけども、時間とお金と意欲を持って参加するわけなんで、金持ちになりたいっていう意欲は、 なみなみならぬものがあると思うんですよ。少なくとも参加せずになんかいい話ないかなって思っている人よりは意欲があったと思います。じゃあこの人たち、億万長者になったんでしょうか少なくともあれから金持ちになったんでしょうか実際はなってないんですよ。もしくは、なってないと思ってます。ね。少なくともわかる範囲ではなってないですね。吉野さんね。まあというのがね、それはね、もうすでに合宿中にわかったんですよ。うん。 あの、合宿に持ってくるものの中で、合宿中にライブ放送します。そこではあ、視聴者さんが多い状態で、しかも、メディアをもう温めとくんでね、商品が売りやすい状態。えそして、合宿中にセールスをするんで、商品買ってもいいよって気持ちの人見に来てくださいっていうのを、ここまで言ってね、視聴者さんを集めていたんですよ。私がね。で、そういったありがたい場所に、億万長者合宿に参加した人は、 宿題としてね、売りたい商品持ってきてください、ということで、億万長者合宿を迎えたんですよ。ね。金持ちになるチャンスじゃないですか。商品を売るチャンスじゃないですか。少なくとも自分の考えた商品、作った商品が売れるかどうかを試す絶好のチャンスですよね。しかし、誰一人用意してこなかったんですよ。商品がないですから、テレビ CM せっかくこっちで売ってもね、 案内する商品がないんですよ。だから、売り上げなんて立ちようがなかったですよね。うん。いや、逆に、私の速価塾は売れましたよ。セールスなんてしてないのに。ここまでしてくれるんだったら速価塾に入りますと。速価塾に入って、自分の商品を作ってね、紹介してもらいたいですと。速価塾のメディア使って紹介してもらっていいですかってなったわけですよ。価値の分かる人だなと思いました。ね。自力でメディアを持ってればいいんですよ。でも、それがないから、 いや、商品作っても売る場所がないですってなってるんでしょじゃあ、集客はこっちにしとくんで、あなたの商品何ですかっていうふうな対談をしたのに、あう、あう。これが金持ちになりたい人の本音なんですよ。何なんですかってことですよね。だからね、言ったことじゃなくって、やったことが本音なんですよ。それに尽きると思います。で、結果的に儲かった、儲かんないっていうのはその次の世界の話じゃないですか。少なくとも、 商品を売ってみるっていう行動に移せない人にお金が入るか入らないかっていう、まあそういった世界に足を踏み入れることはできないんですね。非常にもったいないエピソードでしたね。それこそ金持ちになるんだったらいくらでも払いますみたいなね。そんな人に見せてやりたいなと思いました。それじゃあ。